はい、ではレンゲ袋の型紙をご紹介していきます。まず袋本体の出来上がり線、それから切り取り線ですね。縫い代をつけたものになります。だいたい5ミリぐらいの縫い代をつけます。で、出来上がり線の方なんですけども、このカーブをつけたい部分、綺麗なカーブをつけたい部分にちょっと印をつけておくと便利です。それから口布の部分、紐を通す部分ですね。こちらも出来上がり線と切り取り線。こちらは、上下の長い辺の方は5ミリぐらいの縫い代ですけども、横の短い辺は三つ折りにしますので1センチぐらいの縫い代になっております。この型紙に沿って印をつけたり、アイロンがけもこのカーブに沿わせて綺麗な形が出るようにキュッキュッとアイロンをかけていきますので、できるだけ硬い厚紙で作られた方が良いと思います。はい、では材料や道具をご紹介していきます。まずこちら、一番大切な袋本体の部分の生地です。まあ、表側と裏側と用意します。柄がなければ、細かい小紋柄とかそういったものでしたらただの長方形に切っていただいてもいいんですけど、こうやって刺繍をしてたり、そこのもうここの柄を出したいわっていうところがある場合には、生地の上にこの切り取り線の型紙を当てまして、もうこの型通りに表側に印をつけて切っちゃうんですね。そうすると、裏側のどこに、印をつけたらいいかっていうのが見やすいです。で、切り取った後に、出来上がり線の型紙を当てて、このぐるっと印をつけていきます。縫い印をつけていきます。はい、刺繍の生地です。かわいいです。それからこちらは袋の内側につく内布ですね。これはまあ表の生地が正絹のちりめん地ですので、お着物と同じように、お着物の胴裏、羽二重の生地、絹の羽二重ですね、使っています。長方形のままで構いません。柄合わせがあるので、表のこの柄のある部分は形通りに切っておりますけども、裏側の表地も内布も長方形のままで構いません。それからこちらは口布ですね。袋の上のところにこうつくポイントとなる布です。紐を入れてギュッて引っ張って閉じますので、あんまり硬くない、ゴワゴワしない生地がいいです。柔らかい生地が。それで生地を取るときには、この本体のこの向きですねに取った方が収まりがいいかと思います。こういう位置で取るよりはこの方が、例えば着物に帯を締めるときとか、なんていうんですか、ズボンとかスカートでもウエスト部分のベルト部分ですね、割とその直角の方向に生地を取るんじゃないかなと思います。そんなイメージです。はい、それからまあ縫い糸、それぞれの色に合った手縫い糸ですね。こちらは絹を使ってますので絹の手縫い糸を使います。こちらが、絞り口の紐ですね。2本用意します。私が使ってるのは37センチぐらいあればいい感じで長結びができるので2本用意します。この紐なんですけども、太さ1ミリぐらい、2ミリだとちょっと太いかなっていう感じですね。1ミリから 1.5 ミリぐらいの太さの紐がいいんですけども、最近気に入って使ってるのはこの
リリーコードっていうコードなんですけども、潰れにくいですし変な癖もつきづらいので重宝してます。ポリエステルですねこれ。はい、手芸量販店で手に入ると思います。はい、あとはまあ待ち針ですとか縫い針、それから糸切りバサミですとか、裁ちバサミ、裁ちバサミは、よく切れるものを用意してください。はい、ではレンゲ袋を仕立てていきます。四つ縫いという技法で仕立てます。4枚の布を重ねて1回縫っただけで裏地付きの袋が出来上がるというマジックな方法です。和裁で昔から使われているようなんですけども、ちょっと着物のどの辺に使われるのかとか、ちょっと私は詳しくわからないんですけど、袋物、巾着袋のようなのを仕立てたり、そういうのによく使われているみたいです。まずですね、内布、これを中表にして、一番上の線ですね、そこをきれいに合わせます。今度は表地の方も中表にしててっぺん揃えます。それを内布の上に重ねます。はい、一番上のラインをきれいに揃えます。で、この上の角、花びらの先っぽの部分に待ち針を打って、間を2箇所ぐらいですかね、待ち針で留めます。はい、待ち針止まりましたら、縫っていきます。開き口は残して、あとここぐるっとですね、ぐし縫いします。最初と最後、それからこのとんがってるところは一針ずつ返し縫いします。はい、縫い上がりました。見えますでしょうか？ほんのちょっと印の外側になるところを縫っています。出来上がり線に沿って規制をかけ、アイロンで規制をかけていきますので、ほんのちょっとだけ外側を縫うようにしてください。で、縫い上がりましたらこの余分な布を切り落としていきます。もうこの場合は一番上の表地は出来上がり線の形に切ってありますので、それに合わせて他の3枚の生地を切り落としていきます。気持ちいいです。ちりめんじって結構絹地結構切りにくいんですけど、布が滑って重なってるとこういい感じで気持ちよく切れます。はい、こんな感じで、で、くずを、で、結構作ってる間にくずくず出てくるので、あ、コロコロだいぶいろいろついてますが、きれいにしながら作業を進めていきます。切り落としましたら、一度ですね、この裏側に、型紙を当てまして、こうですね、この丸みを出したいところに印をつけておきます。裏地側がいいです。はい、印つきましたらまた表の方に返して、この縫い代を表の方に倒していきます。まずとんがりのところからきれいに重ねておりまして、ずれないように縫い留めていきます。
先っぽが止まりましたら、今度はこの丸みのところをぐし縫いして絞っていきます。先ほど印をつけたところですね、端の方をぐし縫いしていきます。どれくらい絞ったらいいかっていうのは、そうですね、こうやって型紙をちょっと当ててみて、あ、これくらいだなっていうのを確認していただけるといいかなと思います。絞りすぎても良くないです。で、反対側も留めますね。反対側も印のところを縫っていきます。かなっていうところですね。はい、こんな感じに絞れました。はい、では出来上がり線の型紙を添えてアイロンをかけていきます。仕上がりの線が綺麗に出るように丁寧にアイロンをかけていきます。カーブのところを特に丁寧に、ぐし縫いした、そのぐし縫いの縫い目が今見てる方向からちょっと見えるくらいですね。アイロンでギュッとしっかり型をつけていきます。型を外して丁寧にアイロンをかけていきます。刺繍の部分にアイロンが当たらないように、刺繍を潰さないように気をつけてくださいね。はい、アイロンをかけましたら、表の生地1枚めくったところ、表地の間になるところに指を、人差し指と中指を入れまして、この先っぽのとんがりの重ねて畳んだところに親指で持ちます。そしてくるっとひっくり返しますと、はい、綺麗な形になっています。で、このままだとまだちょっとふわふわ浮いた感じがするので、裏側からそーっとアイロンを最後まで押し付けないようにふわっとですね、アイロンで落ち着かせてあげます。この入り口のところはちょっとしっかり押さえて大丈夫です。
どうでしょうか。